先日香川照之さんの性加害問題が話題になりましたが実は香川照之さんと宗教団体の幸福の科学は近しい関係にありますそして香川照之さんの騒動の直後に今度は宗教団体の創価学会を支持母体とする公明党議員のセクハラ問題が報道されましたタイミング的に創価学会が香川照之さんを攻撃したため 幸福の科学が報復として公明党議員のセクハラ問題を報道させたた。と思われるような出来事でしたしかし被害を受けた女性は創価学会員で幸福の科学側から仕込むようなことは考えられませんし告発の経緯も明確になっています昨年10月にお尻をぎゅっと握られたという女性は熊野議員に痴漢ですよと叱責したにもかかわらず熊野議員はさらに卑猥なメッセージを送ったり 電話をかけてきたと言います女性はそのことを公明党の上層部に訴え出ましたが代表の山口夏男氏などが処分などの措置を取らなかったため熊野議員は今年の7月に2度目の当選をすることになりましたそのため女性は今回の告発をしたと報道されており時期的にも不自然な点はありません一方で香川照之さんの件については3年前のことで示談にもなっていることから 陰謀だという声が多くあります実は香川さんの騒動の1ヶ月ほど前に紳士服の青木が賄賂を受け取ったとして幹部などが逮捕されていますが青木は創価学会系の企業だと言われています青木の賄賂摘発を受けた創価学会がトヨタや NHK で活躍している香川照之さんを報復の対象としたと考えると3年も前のことで交番騒動になったことも筋つまが合います。 トヨタの CM や NHK のレギュラー番組を持っているということは国民的人気者であるということで宗教団体にすれば広告党としてまた各企業とのパイク役としてとても重要な人物となりますそのため香川照幸さんは創価学会に狙われたのではないでしょうか以前このチャンネルで指摘した香川さんへの対応が1週間で急変したということもこれで説明がつきますそして 今後香川さんの公認や穴埋めを誰がやるのかという点が気になるところです。公認や穴埋めのタレントで、どの宗教団体が各企業に対する力を持っているかを計り知ることができます。このため今は、各宗教団体が抱えるタレント事務所などが熾烈な争いを繰り広げているものだと考えられます。これらの仮説が当たっているとして、当チャンネルでは今のところは創価学会が勝っていると考えています。 国民的な人気者だった香川照之さんを解決済みの3年前の出来事で降板させてしまうのですから、その力は強大なものです。安倍元総理の銃撃事件についても、統一教会を潰すための陰謀だったという説がありますが、それももしかすると、あまり深く言及すると、このチャンネルも攻撃を受けるかもしれませんので、これ以上は控えておきます。以上、70チャンネルによる、 最近の騒動と宗教団体との関係についての考察でした。